はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。Yes. はい、今日の動画は何でしょうか。催眠幻覚系能力者まとめ。ほい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 。はい、ということで、よくね、各こういう対戦漫画、なんて言うんですか、はい、そういう少年漫画とかよく出てくる、はいはい、相手に現実見せちゃうよみたいな、相手に幻覚見せちゃう、はいはいはい、催眠かけちゃうよみたいなキャラ結構いるじゃないですか。はい、なるほどなるほど。で、そのキャラってもうとにかくチート級に強かったりね、はいはいはい、もう何でもできちゃったりするから、まあ、あるそうね、ね、あったりするんですけど、そういうキャラをちょっと今日まとめていきたいなと思っております。なるほど、分かりました。まあ、皆さんでこう出しやってね、はい、ちょっと行きましょう今日も。はいはい、結構いるか。いるんじゃない、これ。もう一緒でいいんでね、もう眠らすだけでもいいし、現実見せるだけでも。あ、いいんじゃないですか。はい、もうとりあえずそういう系統だよね。うん、うん、ではワンピース。ワンピース最初で言ったらジャンゴ。ジャンゴね、まあ一応ね、やっぱり、まあかなり代表格としてチートではないですけど、あいつはチートじゃない。チートじゃない、チートでしょやっぱりね。チートなのあれ。いやー、まあ催眠だし、パワーアップとかもリアルにできるからね。そうね、確かにそうなんだよね。そうそう、眠らすだけじゃなくて本当実際に強くなるからね。そう、それすごいよね。うん、これ本当に強いよね。そのサポート系キャラとしてはめちゃめちゃ強いよね。うん、だって黒猫海賊団めちゃめちゃね、要は雑魚な海賊団なのに、お前ら強くなる、ワンツージャンゴってやったらわーってなって、うわーってなってましたもんね。崖をバーン殴ったらベゲーってもう崖えぐれてたからね、人も。すごいじゃん。だから実はめちゃめちゃすごいよね、ジャンゴ。強いね。ただその難点なのは、それがルフィに効いちゃうってとこなんですよね。うん、ルフィもそこでうわーってめっちゃパワーアップして、ね、ゴムゴムのガタリンガーただバババババババって全員倒しました。いやいや、ちゃんと選んでやってよ。そうそう、だから難点としては敵にも味方にも関係なくかかるし、あと自身にもかかっちゃうんで、お前はだんだん眠くなるって言ったら自分も寝ちゃったりするんで、だからそこね、自身にかかっちゃうってところとかがそこ難点だけど、ただ能力自体はやっぱ強いですよね。強いね、そういう意味ではね。黒にはやってないですか。黒には、黒にはやってないです。黒ね、灼臭が刻むぐらいに速くなる可能性もありましたよね。お前は本当にもっと速くなるって言って、強いね、遅いねって言い出すかもしれない。お前はキザルになるって遅いね。口調までね。そのうちね、やるかもしれないですね。そう、そのうち。まあでもそういう使い方してないからね、なんか海兵になってからそんなにまあ描かれてもないし。確かにね、ジャンゴはそんな感じですかね。それがまあそうですね、はいはい、うん、他は、いや、やっぱりそうだね、代表格といって言ったら、やっぱビビのめまいダンスかな、やっぱり。やっぱりなチートではないですけどね。なんかチートじゃない。チートじゃない。なんか俺が思ってたのよりちょっと弱めの人が多いな。あ、本当。なんか強い。チートじゃないんですか、強い人は。あれはどういう能力だっけ？あれはめまいダンスって言って、こうすごい恥ずかしいビビの黒歴史、ね、歴史という技ですね。衣装が恥ずいですもんね、まず。そう、衣装が恥ずい。ぐるぐる模様がついてるのをこうくねくねくねって言って、でそしたらゾロも実際うってちょっとめまいを起こしてた、ね、ゾロにめまいを起こす能力ですから。グラバトにもありましたね、三宅のね、めまいダンスみたいな。あったかも、三宅のめまいダンスあったかも。ねえ、ゾロにめまいを起こしてるわけだから、うん、チートでしょ、これは。チートか。ねみんな今動画切ってんじゃないですか。こういうことじゃないんだよなって言って。そう、大丈夫、やばいやばい、違う違う、まあ、まだいけるでしょう。大丈夫、うん、まだ見てる、みんな見てますか。大丈夫だと思います。じゃああと誰よ。歌もありかどうかの判断じゃない、だから歌もそうでしょうね。でもあれはねえ、まあ幻覚、まあ夢の世界をもう一つ、幻覚の世界を一つ見せてるっていう意味では、あれえぐいよね。いや、まあ歌入っていいんだったらもうこれチートでしょ。あれはチートだよ、大丈夫ね、これは。これ大丈夫、チート。めまい出すとちょっとね、どっちがチートかって言われてちょっと難しいラインですけど。難しいけどね。難しくない、ね、全然。難しくない。すぐ分かる。すぐ分かる。すぐ。いやね、歌の能力は相当チートじゃない。あれ強いね。まあ、催眠も兼ねてるしね。あれ相当強いよな。ね、催眠も兼ねてる、だって。歌聞いたらまず眠っちゃう。そうかそうか、催眠じゃん。ね、で、しかも操れる。現実世界では操れる。うん、で、歌の世界では何でもできるわけだから。ね、あれ強いよ。現実世界ではもうみんな寝てたわけでしょ。寝てたってこと、ね、寝てた、そういうことでしょ。うん、そうそうそう。だ、催眠みんながあっち来ちゃってたわけだもんね。そう。えぐいよね。現実だよね。だって全世界の方に影響
及ぼしてたよね、あれね。それはまああのデンデン虫だね、結果的にデンデン虫。そうね、 SSG の、 あの新種のデンデン虫で、うん、そう、世界中にあの歌の歌がね、うん、配信されちゃうとああいうことになっちゃったってことね。いやすごいな、うん、歌はいいんじゃないの。そうそうそう、歌、歌の能力はね、うん、これは最強クラスです。最強クラス、チートね、うん、いいんじゃないですか。強い、そう、本人が寝ちゃうともう溶けちゃうからね。そうなのよね、だ相当体力消耗するから、うん、寝ちゃって、うん、キノコ食べたんだもんね。そうだから、そう、寝ずキノコ食べて寝ないようにして、うん、ただ寝ないから相当それって体に負担かかってるから結果的に死んじゃうよねっていう、うん、映画の中ではそうだったね。 あれ体力、うん、そっか、体力使うとダメなんだよね。そうそうそう、言ってたもんね、ブラウンもね。もうやりすぎたからもうやんなくていいでしょ今日は。もう相当やってるからもう。あれって体力使うんだっけ、あれって。あれって体力、ドアドノミ能力を維持するには激しく体力を消耗する。俺が常にドアドノミの能力を使ってられないようになってきました。ブルーノも、詳しいのよね、やっぱ歌うたにも詳しいからね、ブルーノ。そうそう、うん、ブルーノ言ってたから。あ、言ってたか。毎回やってる、一日一回やってる気がするの、撮影で。動画は分かれてるかもしれない。だからまあ原作、原作って感じではそんなにまだチート級は出てないのかな。マゼラ、マゼラン、マゼランはあの再核みたいな、そんなに、あと視覚とか奪う現実っていうか何、そのルフィがこうブンブンってもう 見えなくなってて、そう、まあなんか視覚を奪うみたいな、視覚聴覚を奪うみたいな感じでやってたね。ああ、なるほどね。そう、毒でね。なるほど、現実ってまでいくかちょっと分かんないけど。なるほど。ミスゴールデンウィークか、あと。あ、ね、はいはい、はい、あ、そういうこともありか。結構強いよね。そうかそうか、そういうのもありだったらそうだね、うん、カラーズトラップですね。そうだね、カラーズトラップ、そうだわ。うん、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 あれ結構すごいよね、催眠術だもんね。すごいね、うん、あれはほんとそうだね、あの能力じゃなくて、こいつ自身の催眠術師としてのね、能力はえぐいですからね。それはあったね。うん、はい、今そんな感じか、ワンピースは。あとあれだ、ラフィット、うん、あ、ラフィットか。ラフィットも一応そうだった気がするな。うん、あ、そうなんだ。ラフィットも一応催眠かけられるね。能力か分かんないけどってことね、うん、そうそうそう、能力ちょっとあんま不明だけど、うん、はいはい、まあ他にもいそうだけどな。うん、はい、うん、ではナルトですね、やっぱもう現実といえば、はいはい、ナルトじゃない、うん、現実じゃん、うん、現実パーティーの漫画だから言って、あれは現実パーティーだもんね、別名。まあそん中でも強い現実の人、はい、まあ、イタチは強いって言われてたよね。強いね、まあイタチはそうでしょ。つくよみ、つくよみ、万華鏡シャリンガンのつくよみですね、はいはいはい、目合わせただけで戦闘不能みたいな感じにね、もうしてましたわ、はいはい、うん、カカシもあってなってましたからね。まあイタチが強いか、イタチが一番、まあマダラ、まあそうか、あ、そうか、最終的にね、無限つくよみってマダラだっけ、あ、そうか、そう、まあ、マダラというか十尾というかなんていうかね、あ、まあね、あの辺の無限つくよみっていうのはまあもうだから月にね、その万華鏡シャリンガンなんかやって、全世界をもうその幻想の世界へみたいなことですよね、うん、だから月の目計画ってやつ、うん、それこそだからウタちゃんの考えと一緒ですからね、あの二人がだから出会ってしまったら大変なことになります今後。やばいじゃん。やばいじゃん、もうそれ。滅亡、滅亡。同じですかね、この争いっていうものをなくすためにやるみたいなことですから、こっちも、まあね、そうね、結局やっぱ夢の中に引きずり込んじゃうみたいなのがやっぱ一番怖いってことです ね、 いやそうだね、一番でもやっぱ幸せになれるんでね、うん、それが、いやー、なんか人それぞれよ、幸せっていうの、まあね、それを教えてくれるよ現実っていうのはね。うん、幸せの形は人それぞれ、そういうテーマでやっていきましょう今日は。今日は 何の動画ですか、今日は。幸せとはです。なんか怖い、怖い、ちょっと宗教人みたいな感じで。ちょっと怖い。サムネもそうなってんじゃないかな。サムネも幸せと。急にやめてやめて。急に並びで。怖い怖い怖い。やばいでしょ。めちゃめちゃ怖くて、急に再生されなそうだから。まあその辺か。あとまあいろいろあるけどね。あと誰いるんだろうね、うん、まあ、現実使いはなんかいっぱいいるからね、ナルトでは。いっぱいいるね。これはもう現実だけでまとめてもいいかもね、逆にね。はいはいはい、ナルトまとめ久々にやってないですから、はい、では他ブリーチ、うわ、アイゼンさん、もうアイゼンさんの、アイゼンさんでしょ、もう強化水月ですね、残白と完全催眠ですよ、はい、うん、あれは何、うん、それを使うとみんながそうなっちゃうの、なんか相手の五感とかをこう支配することができるみたいな能力ですよね、はい、なるほどなるほど、そうだね、うん、うん、ここで強かったよ、五感奪われるってやっぱ怖いね、怖いよねえ、
催眠だよ完全に現実なんか自在に操れるんだっけ相手の五感その奪うっていうか支配することはできるみたいなことですよねだからいや怖いよな何にも見えない聞こえないみたいな状況になったりするんだっけこれねいやそうよ多分なんかね、うん、それも怖いし見せ現実を見せられるのも怖いし強いねこれは、うん、怖いねで五感を奪うといえばやっぱテニスの王様の雪村さんですねはいはいそうそう五感を奪う怖いよ立海大付属の部長で、テニスなのに対戦相手の五感を奪えるっていうねその怖い怖い怖いって怖いよそれは、うん、現実世界ね、最強キャラ、ね最強だよもうそんな、うん、優勝やんまあ本編というか普通のなんだ無印テニスの王子様の方ではラスボスですからね一応ああラスボスなんだやっぱ強いクラスになる、ねうん、強すぎるもんだって五感、ね、奪われちゃうんだ、はいはいはい、奪えちゃうんだいやそうよでもそれ言ったらさ海賊出すやつとかは現実なんですかあれはどういうこと確かに現実だよねあれね現実だねあれ現実だってあれリアルに海賊出してないんでしょ、うん、出してないよ多分リアルに海賊さんって来てるわけじゃないでしょだってあれ、うん、刺しちゃってるんだ、そしたらねえそしたら死んじゃうもんな本当にそっか死んじゃうあれは現実っぽいか、うん、ってなると大体の人現実になってくれなんか新テニスの方とかいやでも、まあ、でかいのとかガチなんでしょあれはでかいのでかいのガチでかいのだけガチあれはガチってあれはガチってよくわかんないけどなだってあれあれこそ現実だろボールとかもでかくしててさあの壁ぶっ壊してるじゃないやっぱあれはガチなんだよあいつはガチよ壁壊すあれガチってやばいな、うん、あれガチって怖いけどなだいぶ、うん、でもねあのタカさんだけはずっと現実で戦ってますから現実あれは現実あれいつだタカさんは現実なんだあれガチだタカさんはリアルよマジでタカさんはやっぱリアルで戦ってるもんなやっぱり熱血な感じするもんなやっぱり熱血だから ねえうんテニプリ確かに多いかもねそう思うとみんな現実になってくるよねなってくるねねえ多いよねイメージ、うんはい、あとはガッシュベルでね今度まとめてもいいんですけどキャンチョメっていうこの前話しましたよねフォルゴエとキャンチョメで鉄のフォルゴーレって歌うね、うん、フォルゴーレさんとキャンチョメっていうグループがいてでキャンチョメってずっと弱かったんです、うんうん、言ってたね分身の術とか、うん、ちっちゃくなる術とかはあったのあと大きく見せる術とか、はい、でも本体は大きくなってないの、うん、それこそ現実、はいはい、相手は大きいって思うんだけど実際にはちっちゃいキャンチョメが下にいるっていう、うん、そういういろんな技とかあるんだけど、うん、一番最後に覚えた技がシンポルクって技で、うん、これがねあの作品において一番強い術なんじゃないかって言われてる術があって自分の体周囲の空間などを意のままに変えることができるっていうすげえなめちゃくちゃ現実ですよねそれこそ最強相手に幻想を見せることができる能力っていうだから全て思い通りにできる無敵キャラになって非常に強かったんですけれどもキャンチョメやっぱ調子乗っちゃうんで、うん、すぐに、うん、強い能力持ったら調子乗っちゃって、うん、負けちゃいましたなんでだよ切なかったなあのシーンは最強だったのに今まで弱かったのに調子乗っちゃってちょっと相手を痛みつけようとしちゃうわけですよ、はい、でもフォルゴエさんはそんな戦い方望んでないからやめろってことになって、はい、でその隙で攻撃されてはあの魔界の方に帰らなきゃいけないっていうね、はいはい、非常に悲しい、ね、ちゃんと心を取り戻して帰るから、ね、取り戻したのよ力持っちゃうとね強くなっちゃうからねそうそう力の使い方をねいやー闇落ちルートいっちゃうもんねそうそういっちゃうあとガッシュだとゾフィスっていうキャラがねいましてはいはいはいゾフィスとココって人なんですけどこれ魔物がゾフィスっていうんですけど、うん、その人は催眠でもう人間の心を操っちゃってるみたいなねそういう人もいましたね、うん、はいはいはい怖かったね怖いね、ね、うん、でもあれはもうそいつの本のと力じゃないもんねあれ多分じゃないのよこいつが持ってるポテンシャルですね、うん、だからミスゴールデンウィークと一緒ですはい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 能力じゃないけどね悪魔の、ね、はいはいはい悪魔で魅惑のめまい男子と一緒ねめまい男子と一緒なるほどなるほどじゃあ怖いなじゃあ怖いわちょっと違うけどね別にそのダンスじゃないけどはい他なんかありますか何の作品でも他あるかねあれはないの？ハンターハンターとかではないの？粘土ない。うわ、ハンターってありそうだけどね。じゃああれはゴンさんはやっぱゴンさん。ゴンさんは現実じゃないの？あの髪はどうなの？実際に伸びてんのかな？リアルなんじゃないですか？やっぱ伸びてんじゃないですか？あれは伸びてますね。あれ伸びてる。うん、あれ実際に伸びてますから。あのいや現実で髪伸びてるように見せる意味がないし。別に。
現実、ね、あいつ髪抜いたらやべえとかないでしょ別に。あ、ないか、うん、ないでしょ、ないか髪伸びて相手が別に威圧にならないし、そんな、うん、そっか、あ、現実か分かんないけど、まあ、相手はやつってことだけで言うなら、うん、シャルナークさんって今送るんですけど、あの現役旅団のこの可愛らしい男性の顔ですね、ジャニーズにいてもおかしくないような方、そう、ジャニーズにイケメンね、なんなり韓流のねアーティストでもいそう、ね、アーティストでもいそうですね、この人はこの携帯で操るっていうね人でございましてね、操作系能力者で、なんかこの時代ほらガラケーで持ってますから、うん、ガラケーやん、うん、めちゃくちゃ前のシーンですからね、ガラケーだ、はい、ということで、はい、まあこんなのかな、うん、ハンターはヒドアカだしね、あとヒドアカとかいそうなんですよ、はい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 、いたか、最初に出てきたあのシンソーくんだっけ、はい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 、シンソーくん、シンソーくんっていうのはクラス違うんだよね、うんうんうん、でこの人ヒーロー化でもないんだっけ、いやちょっと忘れちゃったな、まあデクが戦うんですよね、あの校内ランキング戦みたいなやつ、はい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 、セニプリでいう校内ランキング戦みたいなセニプリで叩いてる、はいはい、あったね、あそこでね、で相手を洗脳することができる能力があるんだよね、はいはいはい、まあ現実となんかまた違う、ちょっと相手を操るって感じだよね、あとケミーさんっていう女性が幻惑っていう能力を持ってます、はい、この方ですね、ケミーの、はいはいはい、少しの時間幻を作り出すことができるっていうね、うんうんうん、いいですね、でもヒドアカってなんかいい感じで、そのなんかチートチートしないのもまた魅力的な漫画ではございますよね、そうそうそう、絶対に弱点がある、使いすぎるとこうなるとか、うん、あとですね、ゲットバッカーズ、はい、前も言いましたね、あの目ですね、邪眼、邪眼使いね、はいはい、これ相手に1分間の幻影を見せることができるっていうね能力でございます、はいはい、で24時間に3回使います、だ3分間見せれるというね、はいはいはい、そうだそうだ、なんか言ってたね、で3回超えて使うと自身の存在が消えてしまいますという、怖え、怖え、リスク怖え、リスクだらけです、めちゃめちゃあるから怖いね、その点やっぱ魅惑の、何でしたっけ、めまいダンス、めまいダンスはリスクなしですからね、はいはい、リスクないです、まあ、恥ずかしいってことぐらいですかね、そう、羞恥心ぐらいですね、やっぱりリスクとしてはあるじゃん、ちょっとじゃあ、そうそう、お姫様がやんなきゃいけないっていうそのリスクですね、うん、うん、やっぱ黒歴史だからやっぱビビちゃんは、うん、うん、あれはやっぱね、今後やっぱ出てきそうですからね、やっぱビビも出るから今もしかしたらまた戦闘しなきゃいけない状況かもしれないですからね、何が起きてるか分かんないから、はいはい、そうだね、そしたらちょっとめまいダンス、ダンス見えるんじゃないですか、うん、もっとキレが良くなってるかもしれない、ね、2年後で嫌だな、修行してるかもしれない、ね、あんま見たくないですね本当は見たいでしょさ、本当は見たいんじゃないの、あんまり見たくないですね、いやいいって言って、ね、本当は見たいでしょ、ケイさん、だってあの時のビビ可愛くないもん全然、あの目がちょっと違う感じでさ、はいはいはい、そうか、目も違う、髪型とかも違ったもんな、ちょっとね、まあ結んでたもんね、うん、というまあそんなもんかな、はい、じゃあ僕はちょっと最強の最後一つ決めて今日は終わろうかな、はい、ほう、あ、いいの、うん、いる、うん、います、うん、最強の催眠幻術使いは、うん、闇遊戯さんです。闇遊戯。闇遊戯。ああそうか、遊戯をね。あ、遊戯をか。遊戯はやっぱすごいですよ、闇遊戯。最初の方は闇のゲームって言って、最後罰ゲームって言って、木の葉が金に見えたりとかね。相手お金だってやってたら全部木の葉だったりとか。確かにそうだった。見せてるやん。うん、怪物のなんか大群を襲わせたいとか、いろんな現実使ってましたから、はいはいはい、あ、そっか、そんなこともできたのか、最初の方ね、最初のあいつは好きになれないキャラですからね、めちゃくちゃ怖いですからあの闇遊戯はいろいろ怖いよね、うん、途中からすごい仲間思いのいいやつになりましたけど、最初はただただ怖い、はいはいはい、確かに闇を見せてたよね、ずっとね、闇な感じだったよね、闇、あれ宣伝アイテムだっけ、あれあれ他のキャラもできんのかな、そういうできるんじゃない、フェラサスとかもやってた気するよね、現実なのか分かんない、できるよ、闇のゲームとかマリクとかもできる気がするけど、やっぱ闇遊戯ですね、最初のあのトラウマは忘れられないですね、すごいね、だ最初城之内くんが欲しい靴みたいな、なんかぼったくりにあって、うん、城之内くんが、うん、でその靴の中になんかサソリ入れるゲームみたいなのしてましたからね怖っ怖っサソリ入れちゃダメよ、怖すぎんだよあの漫画の最初のサソリは靴に入れないから、うん、靴に入れていいものないんだから、ね、そんなの、うん、はい、はい、催眠っていろいろあるね、はい、今日はここまでです、はい、最後まで見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします、メインチャンネル、旅チャンネル、ともども見てください、
はい、次も見てください。明日の楽しみはまたね。靴にサソリはダメよ。